ドラマンじゃ。やるじゃねえかゆり。三人抜きた恐れったぜ。早く負けて俺のご立派様をお披露目したいな。よく言うぜ。どうせ爪楊枝だろ。何人かかってくるとも俺のパンツは。あ、クサちゃんお帰りなさい。ただいま。何があった？プレミアムキヨコレット。おお、本当に読めた。すごいなる。マンダムマンダム。夏休みが終わってから習うはずのカタカナをマスターしたことでなるは少し大人になった。見るもの全てが美しい。これが成長というものか。新たな自分の誕生を祝福されてる感覚。マンダム。どこで覚えたの？じゃあもう少し難しいのば。これ、なんち読むでしょう。あけろだな。おお、すごかぞ。これは3学期、いや、2年で習う字ぞ。ちゃんと読めたけん、商品に今牛乳ばやろ。ありがとう。みんなにも損字が読めるようになったっちょしゅっとぞ。子供の成長って早いね。まああるんやな、そんなこと。なあ、いや、しかし信じられへんな。ボス君、漫画の主人公みたいだな。いやもういいよ、何日間驚いてんだよお前ら。ね、ふわ、それから椿と喋った別に何も。なんでよ、兄弟やのにおかしいやん。よっしゃ、ほんならこれから生徒会室行って椿に会おうや。ほんでなんか喋る。もうダメだ、あと1日しかない。とりあえず帰るか。明日のことは明日の俺に任せよう。今日も平和だ。これじゃ何にも活動できねえ。プロ失格になっちまう。さて、二次会行くか。んだな。俺は帰るわ。明日のバイト朝早いし。俺も終電。じゃあ俺も。お前は終電とか関係ないだろ。家はここだもんな。いやいやいや、明日の9時から初日のガイダンスですから。なーに、大丈夫だ、任せておけ。絶対に遅刻しないようにしてやる。ちょっと待て、悪いがその歌は俺の歌と違うような気がするぞ。え、違う？俺の言ってる曲はだぞ。そうか、すまない、僕の歌はチオちゃん。あ、何がしたいんだ？キヨシ君、学生相撲大会は13時に両国体育館の入り口集合で、土曜日は外出できるんだよね。うん、ごっちゃんです。こちらこそ。本当は外出時間がなくなって脱獄するしかないんだけど。まあなんとかな。あれ、なんだ、入んねえぞこれ。ん、ヘッドの形こんなんだっけ。一条くん、お茶買ってきたよ。ちょっとあんた、何女の子パシらせてんのよ。ドキ。あれ、一条くん、それその女子更衣室の鍵どうするの。危ないんです、なんとかしてください。お前か、
不審人物というのはヒーロー、タンクトップタイガー参上。ヒーロー？ソニック、お前不審者扱いされてやんの。一遍退治されて頭でも冷やせよ。お前だよ、ハゲ。人のお茶はいかがでござる？おう、悪い。そうだ、清殿、これゴミ捨て場に落ちていたでござる。お前、何があった？先生、これ読めるか？開け口だな。強大すぎる。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。お前ら大丈夫か？俺以外みんなやられたもんな。清君、礼ならいいよ。ダチのためだもんな。明日から作業中は僕に話しかけないでくれるかな。は？俺もそうしてくれるか？小生も同意でござる。俺も。なんだよお前ら。俺が何したって言うんだよ。アンドレ、やっぱ悔しかったんだろ？いや、悔しかったよ。副会長の靴が舐められなくて。なぜ止めたんだい。もう少し。わかるわかるぞアンドレ。俺も舐めたかった。明日に期待でござる。お前らまさか喜んで？まさかはこっちのセリフでござる。綺麗な女子にいじめられて喜ばない男子がいるとは驚きでござる。小生、あんな間近で女子の大宮市のパンティーを見たのは初めてだったでござる。俺もだ、約束。すまん、おいしゅうございました。女子にファッカって言ってやったぜ。こいつら最低だ。